さあ、始まりました。よっしゃーの、よっしゃよっしゃー。はい、ということで、今3人なんですけど、実はスペシャルゲストがね、スペシャルゲストが、何おはようくま、お金あるよ、撮影やろ。めっちゃお金あるよ。お金何の、はい、お金ありすぎ、じゃんけん、いい、クマ撮影しよう。クマ、お金でも撮影、新しいヘアスタイルよ。はい、行こう。今日の企画はよっしゃー、ででん、切り替え早いな、こいつ。じゃらん、すげえな。今までに買った一番高かった丸々、丸々、イエーイ。はい、ということでね、あの今までにお金はいっぱい使ってきたと思うんですけど、たくさん使ってきたな。一番例えば高かったものとか遊び食べ物とか、そういう感じをなんかそれぞれ言えたらいいなって思います、うん、まず服はサンローランのジャケットが50万ぐらいかな。いっちゃうよね。何どれ、え、俺たまにしましまのやつ着てる。あれ50万すんの。しましまどれ、かっこいい。まあ、微妙か、せえな。あんまり50万だ、あれは50でも、さあね、服は50で、アクセサリーは一番高いのがこれが140ピアスで、140で2つ合わせて140ですか。金持ちやんよ、すげー。で、食事は俺のチームで焼肉行って11万ぐらい行くよねー。だな、行くよねー。高いね。でも高いよ、高いよ。まあでもチームの答えですね。あのすごい、俺は愛してるんで、はい。おーい、そこがそんなでもないかもしれない。遊びって何使ってんの。あれキャバクラとかか。うーそれはやばい。たわしたの、たわしてたのやばいね。でもたわ一回してみたいけどね。すごい自慢げに言ってたっすもんね。なんか当時めっちゃ買ったっつって。お前半分眠ってるよ。眠ってるよね。半分眠ってるよね。そういうないな。そんな遊ばない、そんな高くないよね。ボーリングの場代が6万ぐらい。ああ、あったね。ボーリング20ぐらい、24とかって言うの。24ぐらいあって高すぎる。歩いてる時こうなったの。やばい、それもうボーリングすぎるもん。そう、ボーリングすぎてこうやって歩いてたもん。くまちゃん、はい、そうですね、今までの一番高いお買い物は音これですかね。今ちょうどつけてるティファニーですか。はい、そうっすね。ティファニーみんなハマりすぎだろ。それが一番高いのかですね。もともとあんま買ってないもんね、クマってね。なのに最近ちょっと買った。最近ですね、こういう風に高価な買い物。確かに、毎月1個ずつジュエリーアクセを買ってこうみたいな。もういいじゃん。はい、感じですね。ご褒美だよね。あとはアクセリー、遊びとかご飯とか。ご飯遊びにあんまお金使わなそうだよね。遊ばないっすもんね、本当に。遊ばない、本当に新車くらいでしか最近使った。6000円とかで、ご飯結構行ってるくない？チームとか、ご飯は、あ、そうそう、チームの子とか別の子とかさ、食って言っても、最近あったその大阪旅行で7万回転かな、バンって使った額で多分7くらいが一番多かったかなって感じですね。へぇ、はい、クマすごいもんね。コツコツずっとね。何がすか。貯金。貯金が有利負けてるよね、多分。間違いなく。え、貯金やばいっすよ、マジで。ピーディーがいくらの。あ、僕っすか。ピーディー。え、すごい、すごい。え、すごい、すごい。それで、それじゃ、その感じでっていうか、今の売り上げ。すごいと思う。ピーディー。ピーディー、すごい。そう、あんま楽しなさそうや。え、俺。いや、クマが、でも、クマはやっぱりね。そう、無駄遣いしないから本当にいいと思う。いいやつだよね。え、すごいと思う。え、俺尊敬するマジで。次俺かですね。え、俺あ、ゆりか。あ、ゆりあったね。いたんよ。いったきりいたもん。いたんよ。ゆりはどうせ何買ったんすか。僕っすか。僕はこのロレックスのデイトナですかね。おお。デイトナがまあ大体400近い会計で、あとこのピアス、ピアスだけで320万ぐらいするんですよ、これ。え、これ4つ合わせて、ハリー・ウィンストン。そう、ハリー・ウィンストンで、これも全部ハリー、これもなんとなる100ちょいぐらいかな。可愛いな、ユリってなんか。で、これティファニー。わかる、全部紹介する。じゃあ、なんか、普通に可愛いよね。なんか言いたいのは、片
着てもらえぐいけど、かっこいいっしょみたいなのがかわいい。めっちゃ好き。いや、ゆうりってめっちゃいい。いや、もうかっけえから。届けてんから俺。うん、まあね、確かにね。かっけえから。ゆうりって嫌いになれないよね、絶対。憎めなくない？絶対に。何されても。ゆうりは、誰にも嫌われないと思う、俺。本当に俺だってずっとさ、ずっとさ、ゆうりめっちゃいいやつって言ってやめろよ、俺は褒める感じじゃねえぞ。ずっと言ってるよね。そう、ずっと言ってる。俺で、ずっと好きやん。お前、ほんとかよ。何の話なの？ゆうりこれ。かわいいなって普通に思ったわ、マジで。で、ちなみに次あれ、あれだな。あの、ご飯か。ご飯の会計は、まあみんなとあんま変わんないんですけど、あ、まあやっぱチームレクが一番使うっすね。その、魚市に行った時に、あ、みんなブーストするんですよね、ほんとに。いや、なんかブースト。俺らしかわかんないから。ブーストっていうのは、単価上げなんですよ。なんか、ゆうりさんの懐が深いうちに、みんな使っちゃえみたいな感じで、みんななんか、バリバリ酒とか飲み出す。しますし、酒飲んでゲロ吐いてまた飯食うんですよ。それやばい。それはうざいわ。目がつかないですね。でもまあ可愛いなと思って、まあそのぐらいだったら安いしいいなって思ってたら、会計が普通に12、3万いっちゃうみたいな感じが。楽しんでくれてたらね。ちゃんとセットで、あの5000円ぐらいのセットでみんなここに一人一人全員頼んだのに、普通にそれ食って酒飲んでゲロ吐いてまたそれ食った。あいつらマジふざけんなと思いながらも苦笑いで。ドリンクって結構単価上げしやすいですもんね。確かにすごいね。いやー、ハイボール飲むなって。なんかさ、寿司食ってすごいわ。みんなみんなすごいと思う。そんなぐらいか。遊びとかはそんなに遊び俺しないっすね、全然。みんなそんなないよね。遊びっていう名の俺ら別にさ、身内でボーリングとかさ。え、マジそれそっち系じゃない？遊びって。え、楽しい。え、それが一番楽しい。高いっていうの、高いとかじゃなくてさ、普通になんか、まあもう別に普通の人同じ額じゃん。話題。そう、なんかすげえデジタルのするやつは全然してないよね。うん、確かにね。確かに。飲もうか。はい。ってことで、僕は多分、買い物で行ったら。全部やばいっしょ。どうなんだろう。今もピアスやばいっしょ。あ、マピアスはなくしたかと思う。まあもう買った。もう買った。あれあの片方200。えぐっ。両耳で、両耳しか売ってないから、両耳で普通に500万ぐらいだけど、片方なくしたから250万落とす。片方だけあるんだけど、片方なくしたから今シャネルつけてて、で片方はもう発注した。しんど。発注するか、なんかもう一個俺欲しいやつ買ったの。そっちがでも、あの一個前のやつの倍するんだよ。1000万するの。高いなぁ。そっちかどうしますって言われてる。待って、レベルが違う。どうします。じゃあ株主を歩いてたら250万落ちてるかもしれない。ワンチャンじゃないと思う。多分ね、家のマンションのね、レベーター落としたんだよ。最悪。それやばい。ないんだよね。わかんないけど、まあとりあえず、まあそれは置いといて。そんなことないな。それは嫌だ。ちょっとね、ゴミそうっすよね。嫌だけど、もうこれ気にしてても意味ないなと思って、その日でやめた。あと、遊びだったら、あれ、ごめん、あのスノーボーがあるんだよね。めっちゃ大人数でいた時あるじゃん。でもめっちゃ多かったよね。そう、ああいう時に交通費を男気じゃんけんでやるの。8人ぐらい多かったっけ。それ系がそう、交通費が高い。いやー、高え。大きくなんて片道だけで8万9万。うわ、高え。あん時のさ、怖いよね。怖いよね。みんなにこんなんじゃないんだから。あれはめっちゃ怖かった。で、真央さん、あざす。真央さん、あざす。いつも真央さんじゃないみたいな感じで結構じゃんけんでさ、あれ系は高いけど、それ系が遊びって言われる。新幹線系なのかな。新幹線代、新幹線代バカにならないとかあるかな。たっけえなお前。あと俺あれだわ、神戸行ってるわ。神戸、ああ、ダイヤと京都。あれはだってホテル代、新幹線、アスレチックみたいな、全部あれ行きたい。全部だったら結構行きますね。あれは結構だった。まあでも何十万ぐらい、まあ楽しかったから全然何でもいい。あ、違う、1個あった。あの、俺妹の誕生日だ。俺家族全員ディズニー連れてって2日間連れてって、ミラコスタで、ミラコスタホテル最上階泊まって、あれやばいよね。50万言ってたね。確かに。ああ、行くっすね。で、今年も今月なんですよ。行くんですか？一応予定は決まってて、もう。ああ、もう決められて、行かれてるな。ディズニーのホテルはごめん、なんか取れなかったって言われて、取っていいよって言ってて、もう取れなかったから、都内のいいホテルに泊まってみたいなって思うんだけど、いいかなって来て、まあ、いいんじゃん、別に。俺は近いし楽だな、その方が、みたいな言ったら、ここって来て、60ちょいだった。で、ご飯ついてんの？さ、ついてないし。ふざけんなよ、と思って。マジで。すごいね。まあでも、多分そう。親孝行っすね。今回はそういうことになる。すごいなぁ。でも、そんな耐久しないから。それが高い、それが高い。でもいいな、かっこいいな。かっこいいよね。それくらいしてみたい、俺も。なんか60の部屋ってどんな部屋なんだろうね。わかんない。うん。知らん。
知らんけど住むらしいよ。あれ泊まるらしいです、はいって感じですかね。ってことでまあみんなね、なんだかんだ人に使ってんじゃない、自分一人よりはね。ですね、間違いないな。周りと後輩、俺家族とか、まあまあいろいろね。確かにね、みんないいやつですね。まあ使った方がいいよね。はい、ということで皆さんめっちゃ売れてお金いっぱい使いましょう。よいしょよいしょ、バイバイ。